このコーナーは秋田県住みます芸人のチェスが椎名ちゃん MC 出演をかけて番組スタッフ越前 AP に気に入られたい一心で秋田県内の知ったけいいとこをプレゼンします。自慢のスポットや美味しいものを紹介し競いながら町の魅力もお伝えするコーナーです。今回はアパレルショップブランボン秋田大場店にお邪魔します。いらっしゃいませいらっしゃいませ今タイムセール中でございます。勝手なこと言って、はい、お店の迷惑になるんで勝手にタイムセールと言われます。ガチで迷惑になる。すいませんでした。そうです。謝罪が似合うだろ。頭丸めてきます。謝罪が似合う。丸めてるのよもう。次は丸めてきます。うるせえな。おしゃれなお店の前に謝罪するんじゃないよ。なんすかじゃない。なんすか。私ですね。知ったけいいとこ、いいとこ。知ったけいいとこ。プレゼンすべてことで、はい、今回ね、秋田オーパー、1階にあります。こちらですね、はい、フランボンさん。フランボン来ました。めちゃくちゃおしゃれな。すっごいおしゃれ。あのセレクトショップなんですけど、あのちょっとね、一人ではちょっと緊張しちゃうんで、ちょっとこのダッセイ2人を連れてね。誰がダサいんだお前。誰がダサいんだお前。これケーブルテレビのおっさんからもらったジャケットだぞお前。いやいいじゃねえよ。もうギリギリサイズギリ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 。それでこれね、あのこれ AP おしゃれよ。口先の某お店で4キュッパが半分になってて、あらさらに半分で、何が言いたいかというと1000円で買いましたって。わすごい。すごいでしょ。すごい。買えてもらっていいから。買えてもらっていいから。すごい。だからもらえるか1000円か。もらえない。どっちか。どっちかのお店。どっちかなの。どっちかなの。もらえるか1000円か。違うんです。どっち。本当に、いや今が旬なブランドとか、ああなるほど。アイテムを取り揃えてるお店なんです。それだけ何、それちょっと厳選してこう、チョイスしてるってこと？じゃあここに来れば今のトレンドは抑えられるみたいな。よく言った、その通りなんですよ。だからあなたのこれなんかもう何、いつの時代のトレンドこれ？ん？これはいやでも本当に最先端。最先端。なあ、あのいろんなお店、リーズナブルショップで。リーズナブルショップで揃えた最先端の。ちなみにこのジャケットはもらったもの。これもらえますね。まあ、いい方。T シャツは。はい、これはね、これでもユニクロとかじゃないですか。あまあまあファストファッション。うん、これズボン。うん、これは島村じゃないですか。島村。靴は。ワークマンプラス。最先端でしょ。最先端のそのリーズナブルショップの組み合わせで、いいんですよ、めちゃくちゃいいんですけども、やっぱりねこれから、やっぱりこう外にお出かけしたいとかね、いろんなこう、ね、あの、おしゃれして出かけたいっていう冬、そのためにここに来たからちょっと見ましょう。こうちょっと入っていいの我々みたいなもんが。本当はお断りしてるんですけども本当はね、ちょっと入っていいんですか。おはようございます。おはようございます。こんにちは。よろしくお願いします。すいません、なんか変な坊主連れてきちゃって。大丈夫です。素敵なねお洋服たくさんありますけども、じゃあ一番安いやつから紹介してください。100円くらい。100円ない。ちょっとマジで喋んないでもらって。俺だけ喋る。ここに何人来てんの。いや本当に喋んないでもらって。何ですか。ちょっと距離も離れていいんだろう。次回も知ったけいいとこプレゼンします。